パーモル、どうも、紅茶ガーデンです。今回なんですけども、当たりました。この前ですね、デンドロパークという爬虫類ショップさんがイベントでトリデプ2021というイベントをやっておりまして、それにね、参加いたしました。内容としては簡単に言うと、爬虫類の写真を撮ってアップして、選ばれたらなんか景品もらえるよっていうのにこっそり参加してました。なんで参加したかというと、いろんなねカテゴライズされてまして、例えばフトアゴヒゲトカゲ部門とか、レオパード月光部門とか、クレステッド月光部門、その他月光かっこジャイ月光何々ヤモリ何々ヤモリって書いてありまして、ジャイ月光があると思って私参加いたしました。そしたらなんとですね当選してしまいました。ということで、当選した動画がこちらになります。さんが紅茶ガーデン様です。え、紅茶ガーデンさん。そう、これね、知らなかったんですYouTuber の。そう、紅茶ガーデンで、ちょっとね、そう、有馬くん仲いい。あ、なんかいい。ありますね。もうね、この写真はね、なんかやっぱユーチューバーさんこう当てるとなんか忖度が働いたんじゃないかとかいろいろ思われそうなんですけど、もうこの写真良すぎて、もうこれしかなかったっすね。すごいな。めちゃくちゃすごくないですか。おめでたい。このこれなえな何個残ってる？ああ、あれか、ジャイゲコ。そう、ジャイゲコが多分これ顔面に貼っついて、おおってなってる。これね、多分スクショなのかな。いや、多分動画のスクショなのかな。そう、多分動画で止めて、こう、やっぱこの瞬間って、ま、これ、誰かが撮ってたらね、お部屋だと思います。確かね、この時仕事中でね、見えなかったんですよね。これはあの動画であると、仕事帰りだったのかな。私は信じたい。あれですね。はい、なんで、ライブ放送は見てなかったし、見てるかわかんないですけど、いい写真ですね。これ、面白い。受賞しないだろうなって思って、もないけど飼育部屋の位置投稿したんですよ。こういう現象ってよく起きる、ね、よく起きるじゃないですか。よくあります。あの森岡からおしっこかけられたりだとか、服入っちゃったりとか ねなんか肩に乗ってたクレスがうんこしちゃったりとか、そう、まあ、そういう類のワンシーンですよね。ちょっと顔の表情の焦りとかめちゃくちゃ面白いなと思って。はい、いい写真だ。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ここまでがその他結構部門ということで、次はですね、あと2、いや、この写真なんですけど、実はあの爬虫類 YouTuber の亀丸子さんという方にですね、爬虫類と一緒に写ってる写真をくださいって言われまして、その時に普通の爬虫類とのツーショット1枚と、まあもう1個別のツーショットと、でさらにちょっとやべえやつみたいな感じの写真を1枚送って、やっぱね、亀丸子さんね、あの普通の写真を使われてました。やべえ写真があって、あ、じゃあこのトリレプに参加しようと思って、そのやべえ写真を投稿したら当たりました。ありがとうございます。はい、でこちらがそのジャイアント月光のこのえちゃんです。今日はね、めちゃくちゃ真っ白だね。日によってね、だいぶ色が違うんですよね。こういったヤモリって白いね、今日ね。寒いのかな。今日ちょっと寒いもんね。眩しいね。ね、今日はうんちしましたか。うんちしたかしてないかを見極めないと、触ってる時にうんちビッてするんでね、それだけ気をつけないといけないですね、こないさんね。ねえ、こないさん、登る？どう、登る？登れない。ほら、登る？いいよ、登って。やだ、え、なの、はい、あ、冷たいね。おお、あ、痛い。結構ね、爪が痛いんですよ、チャイアント月光って。痛い。ちょ、目の周りは痛かったです。こんな声で。はい、ということで、このえちゃんの写真が受賞いたしました。ありがとうございます。嬉しいね。はい、ということでね、その受賞商品がね、もう届きました。もう、ありがとうございます。こちらいただきました。届いてました。ありがとうございます。うんちしないかな、大丈夫かな。ちょっとまだ見てないんで、よいしょ、片手で開けていきます。
よいしょ。おお。お。紙が入ってました。この度はトリレップ2021にご参加いただき誠にありがとうございました。紅茶ガーデン様が受賞されましたデンドロパーク賞の景品を贈らせていただきました。また今後も皆様が楽しんでいただけるような企画を行っていきたいと考えております。その際にはまたぜひご参加いただけたらと思います。今後ともデンドロパークを応援よろしくお願いします。ということで、姉ちゃんいただきました。お、マスク、まず1個目マスク、これ柄あるのかな。マスクがね2つ届きました。あ、であと T シャツですね。 T シャツが届きました。どんな T シャツなんだろう。 あ、書いてあるやん、デンドロパークって書いてあるやん。おお、こぬいちゃんのおかげでもらいました。おお、じゃかじゃかじゃーん、デンドロパークって書いてあるマスクが同じのかな。あ、違った。なんかこうやってうっすらうっすらデンドロパークと真っ白デンドロパーク、私のつけてるマスクより分厚いです。じゃあちょっと着替えてきます。はい、着替えてきました。はい、見てください、デンドロパークって書いてあって、なんか前控えめだなって思ったんですけど、裏がですね、こんな感じ、裏はねだいぶ決まってましたね。でマスクなんですけど結構でかいです。ここの顎のラインに合わせようとするとこんなくの市みたいになっちゃう。これはめちゃめちゃでかいですね。マスクが結構大きいんで誰でもつけれそうな感じがします。かっこいいね。かっこいいよ、デンドロパークって書いてある。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。これでね、ジャイゲコがね、ジャイゲコの良さにいろんな人に知ってもらえたら嬉しいです。バイバーイ。はいはい、ありがとう、こんないちゃん。よいしょ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。